ゆうじろうチャンネル、今日のお題は自分の商品やサービスを安く売った結末はこうなります。こうなります。はい、はい、ということで今日はね、形のない商品とかを売っている人は必見です。おお、じゃあ私とかだそうです、うん、もう形になくて目に見えないものを売っとる人は絶対今日のは見とった方がいいですよということですね。はい、うん、はい、だからまあ、そういうの MC の商品なんていうのはまさしくその極みだし、ものじゃないですね。吉野さんもそうですよね。そうそうそう、うんうん、だからまあ形のないものを売っている人はやっぱりね、どっか弱気なんやね。あ、うん、あ、分かる、うんうん、もう例えばビシッと車なら車ガーンと新車持ってきて、これが500万ですも通るし100万ですも通るんだけど、うん、車と同じぐらいの価値があるんよ、わしの話は。っていうことが一番難しい。そうなんですよね。価格をつけにくい。まあなのでね、この YouTube 見てる人の中には、うん、形のないものを売ってる人結構多いと思うんで、今日絶対必見なので見ていただきたいと思います。そしてチャンネル登録をまずはポチッとしていただいてから、まずこれをピチッとせんと聞けませんからね。だからちゃんとそういうシステムなんですね。そうしてくださいね。はい、はい、ということで今日のテーマはこれです。行ってみよう。行ってみよう。行ってみよう。はい、こんにちは、板坂裕二です。こんにちは、土手かな子です。はい、じゃあ今日はね、うん、どうやったらその自分の商品とかサービスが高く売れるのかっていう話じゃなくて、うん、安く売ったらどうなるかっていうことを話したいと思います。安く売ったらどうなるかっていうことですね、うん、それなぜかというと、高く売りましょうっていう話は、はい、結構この YouTube でもしとるけども、それができんきゃ困っとるんやっていう人が多いわけや。そうですね。今までは安売りするなっていう感じでしたもんね。でも安売りの結末はこうなりますよっていうことを教えとった方がより一層分かりやすい。そうそう、はい、教えてください。安く売ったらどうなるかっていうのを話しようと思ったんだけど、これまあわしの話で言うね、わしの話で、わしがまあ十何年前にね、こうやって全部自分でビジネスも全部やめて、やめてとか、まあ、店も全部閉めて、裸一貫ゼロからもなった時に、まあブログを書き始めて、それを見た人たちがいっぱい相談に来るようになって、ただまあわしの近場の人からもちょっと相談乗ってほしいみたいになって、でその会社の決算書とか見たら「とんでもないのお前の会社」みたいな。これもう歯終わるでみたいな、でそれはまあ女性経営者だったんだけども、まあそれで別に、私はまだその頃何で飯食っていくかのみたいなこともあんまり決めとらずに、はい、ただまあ経験値としてはめちゃいろんな経験をして、どん底も見とるし、でいうんでブログを書き始めて、はい、で、世の中で金で自殺するやつを撲滅したいっていう思いだけで書きおったら、まあ共感したやつがわしのとこ相談しに来て、でその女性経営者も一人で、はい、で、まあ、決算書見たらひどい。だからちょっと会社の中入って社員らといろいろ打ち合わせしたんだけど、ただそれも社員ら給料もらってない、ちょっと遅れとるんですみたいな、はい、あ、もうこの会社終わるなと思って、でお前マジでこのままだったら終わるでみたいな感じで、で何店舗か店持っとったんだけど、その悪い店も全部強制的にわしが締めさして、で消えて、もういわゆるコンサルタント的な感じでその会社に入ったんだけど、別にもうこんな状況でこういう金払えるわけでもないと思っていて、だけど私も別に金の話も一切せずに、はい、まあボランティアや、まあ協力できることがあれば、まあわしと同じようになるなと思ったけ、もう強制的でも締めとかでやって、あれやこれやってやって、でまあいろいろ面倒見よったんだけど、結局絵がならんかったんや、はい、絵がならんかったりか、まあ、店とか閉めてちょっと出るものをちょっとだいぶ圧縮させたから、まあわしが見始めた当初よりは全然良くなったんだけど、ただでもまあ売り上げが上がるわけでもないし、もうあとはどうやって死んでいくかみたいな感じなんだけど、今振り返るとやっぱりね、それはわしがだいぶボランティアでやっとったけ、やっぱり向こうも金を払ってないわけや。そうですね、でね、その経営者の人が、まあ、あれからそれから十何年経って、この間わしが入ってる「どういう会」っていう会の中で、発表発表例会というのがあって、過去こんなかったみたいな自分のこう体験報告会みたいなのがあって、はい、まあ自分のこれバーっとこうやってでその時に板坂社長に入ってもらってこうやってやってみたいな、まあ、出るわけ、うん、ただまあ私はまあボランティアだし別にずっと長く見る契約もしとるわけでもないけ、うん、とりあえずまあ店とかも閉めさせて、まあ、ちょっと外れとったんや。まあそれ外れたのはなんでかやったらやれ言うたことをきちっとやらんけ、もうなんでやらんのんやみたいな、ああなるほどねがいっぱいあって、でまあ向こうもあんまりやんやん言われるのもちょっと辛かったんだけど、ちょっと距離を置き始めただけど、まあまあ好きにやれみたいな、うん、でなった後になんかようわからんコンサルタントに200万騙されたんですっていうのも発表しとったわけよ。はあみたいな、どういうことやみたいなって言ったら、そういうふうになっとるところにつけ込んでくるコンサルがおって、うん、それに映画の絵の言われて200万払わされてドローンされとるわけよ。うわー、私はその時初めて聞いたんだけど、はあ思って、あ、その10年間と全然知らんかったよそんな話。そうなんですね。わしはもう声を大にして言いたかったのは、お前のわしただじゃけんのみたいな本当ですよねって思った時に、まあわしがいろいろ言ってもやらんのを見て、ああこれやっぱり金払わしてないけじゃなって思ったわけやっぱりこっちも本気じゃけどお前も本気になるんやって、うんうん、そのためにやっぱ金払わんことには本気になれんのかなと思って、うんうん、でその時にわしはもう心に決めたんや、もう絶対ボランティアとかでやること絶対やめよう思って、もう絶対金取ろうと思って、それはわしのためでもあるけど相手のためにもなるわと思って、はい、でそこからよ、もうちょっと話聞いてくれ欲しいんじゃけどっていうのもちょっとも大分も全部金かかるけんなみたいな、ああなるほどねで、どんな連れだろうが何だろうが全員例外なくお金はもらうってやり始めたんや。ほったらまあ今までのように相談があるんじゃって来るやつもおるけど、いや金かかるでって言ったら次の電話がないやつらもいっぱいおったし、ほったらやっぱり最近あいつ金を取るようになってのみたいなことを言っとるやつもおったわけや。あ、その当初ね、わしが金取るって言い出した時に、はい、でもそれってじゃあわしが本屋さんでこの本を売っとるで、お前がそこに来てちょっと読ませてほしいんだけど、ちょっとこれ持って帰っていいって、店から持って帰っていいってヨーロ話と一緒なんよねこれ。いやそいつはこうやって本売っとる、わしはこう本とかないけどこのわしの経験を売っとるじゃん。ただわしの経験でこう思うでああ思うでっていうことを喋ろうと思ったら、わしの経験なんぼかかっとると思うたんや話なわけ。1億かかっとるけどな、この本なんぼで仕入れたんやみたいな、こっち1億だけどって言ったらわしの話の方がでかいわけよ金額は。でわしはもうそれを一切ボランティアをやめたい、うん、で、うん、当時も1時間何分だから2万円か3万円の相談料を取るって言ったら、うん、なんかこんな本とかも出てないしこんな生徒もいっぱいおるわけじゃない時にやっとるけど、ね、まあ、それは高い、うん、高いと思ったんだと思う。弁護士さんでも1万ぐらいでしょ。弁護士だったら、まあ、30分5000円とかだね、うん、でもさそれはちゃんと着手になったら高いで、まあまあね、でも弁護士なんかは勉強してなることやろ。まあね、わしが言うのはみんながみんなできることじゃないけどなと、勉強して学べるものではないですからね。だからもう金は絶対に取るんだっていうふうにやったわけよ、うん、だからわしはそこからお金を全員友達だろうが何だろうが全部取るようにしたんだけど、うん、まあみんなもこの YouTube 見とる人もそうだと思うんだけど、どうしても形ないものを売る時にはみんな最初安くやってしまうんや、ね、で最初安くやってしまったら上げれんのんや。ああ最初この値段だから、うん、だから今まで僕は一生懸命この人のためじゃ思ってやって安い金でもやっとったけども、ある時から上げてもらおう思ったら今までと何が違うんですかね、今度は向こうはなるわけや。だから最初に安くやってしまうともう二度と高くなることはないわけや、はい、そうやろ、うん、でもわしが絶対に高く売らにはダメじゃとかってよくうちの生徒さんにも言うしこの YouTube でもやるよるけ、よくやるのはもうここはもう最初から安くやったから、うん、もうここは安くやって次は高く取る、新規は高い、そうそうっていうことをよくやりたがるんだけども、はい、でもそれってこの人とこの人の力のかけ方が違うんですよっていうのが明らかに見えることなら、はい、この人は1年に1回の相談しか乗らんけども、この人は毎月2回相談乗ってますよ、それは違うわ、でも同じものだったら、この人どう思う？その金額が分かった時に、いや面白くないですよね。え、なんでみたいな、なんでってなる。でそれはなんでって言った時にはこうだからよって言えるんならいいけど、だからこうやって同じサービスの中で安いのと高いのがこう存在し始めると、はい、この人たち一緒にくっつけることができんくなってくるよね。だからわしは値上げする時の鉄則として、安いやつと高いやつが店の中におること自体も NG じゃって言っとる。全員あげるんだ、あげる、全部をやらないとダメですよとっていうことにしとるんだけども、はい、でも安くやってしまうとどうなるかというと、今みたいなことが起きてくるわけですよ。でなんで安くやってしまうかというと、まだ自分に自信がないから、ね、だからまあお前もこの YouTube の中で絶対にそれ安すぎるけど高せみたいな話をして、はい、実際にそういうトークをしてきた。でも実際にやったら意外にスッと通ったやろ。そうですね、意外にスーッと通るとかっていうことが分かってくると自信に変わってきて、ね、次からこれを言おうこう言おうこう言おうになってくるんだけども、まあじゃあその自信っていつになったらつくんですかいう話が。確かに、そうですよね。例えば1時間5000円で相談を受け取ってくれたら、それですごいいいアドバイスもらったら「いやこの間とてちゃんと相談乗ってもらったらめっちゃいいこと言うんよ」って「めっちゃ勉強になった」「えどれぐらいでやってくる？ 5000 円」っていうやつが言って「2万円です」と言われたら「えっ？」って「5000円って聞いてきたんですけど」分かるになるじゃんか。だからどうやってまあ安くやるのはもうしょうがないと思う、最初はね。だから安くやるなら安くやる方法があるんでね。おお、はい。じゃあそれを今日のミッションで教えてください。はい、じゃあ今日のミッションはこれです。はい、ということで今日は自分の商品やサービスを安く売る結末こうなるって言ったんだけど、結末はね本編の中でも言ったんですけども、だから値上げでをしてやるのがいいんだけど、一番最初からそうやってねぶったかい値段言えないのもそれもよくわかります。なので今日はどうやってやるかというと、はい、このサービス、この金額ですじゃなくて、このサービスは、1時間の相談料は本来3万円ですと、3万円なんだけども今、新しい事務所をオープンしたりしたんで、このオープン記念みたいな感じで半年間ほどは、5000円でやっとるんだと。ああはいはいはい、こっちが特別価格ですよっていう。そうそうそう、だから本来はこの金額なものを今はお安くやっとるっていうふうにしないと、5000円でやったら5000円の商品だと思うから、確かに。だからもうこれいつまでが5000円ですって言おるんだったら、もう本当に今から半年間は5000円って言うんだったら、6ヶ月目にはもう3万円に上げる覚悟を持たないといけない。でその時に3万円あげなさいって覚悟しなさいって言ってもできないのは何回やったら、3万円にしたらみんな逃げていくと思っとるんや、はい、5000円対3万円だろ、はい、6人やるって一緒やけんねこれ。そうですよね、ということは6人中5人が「いやそんな高いの嫌じゃ」って逃げれば、逃げても1人さえ残れば、でそれを「みんな逃げると思うんです」って言って思うのは何回やったらお前の商品がポンコツなんよ。そうか、そういうことですよね。3万円取れるだけのものじゃないって自分で思っとるからそう思うだけであって、だったら結局5000円も取っちゃダメってことですよね。そうそうそう、自分はこれもう5000円もないなと思うものを5000円で売り寄ること自体がもう詐欺じゃいけん。そうやろ、わしなんかはすごいもん。わし今1時間5万円のねコンサル代もらっとるけども、いやいや5万円なんかそんな安いもんじゃないと自分で思いながらもやっとる。でもそれはなぜできるかやったら、もうその相談の5万円なんかだったら全然いいよと、はい、その次その次を目指してやってくればいいよって思ってるんで、なのでだからまずは期間限定という形に最初定価を見せといて、安くのやるならやってください。でもう一個言うと、お試し商品としてもう一個フロントに何か作った方がいいですね。自分の本ちゃんの、相談があるんだけど、うん、その1個前にお試しの、20分間ぐらい15分でもいい20分でもいいけわしとどんなことをしゃべるか一回試してみたらって、それだったら無料でいいよって。裕次郎さんそういうのありますか？いやわしはそうなんやとめんどくさいけああもうもう例えば最初30分無料でって言ったらうんそうなんだってで相談を一応30分もあれば聞けるけうんそれはあれなんじゃないんってから自分が見え張りたいけじゃろってって思って終わるそれでパッと終わっとったら、まあまあこんな感じでいろんな相談はするけども、結構わしは本音でズバズバ言うけんねみたいな、じゃあまあもしほんまに受けたかったら本ちゃんの申し込みしとって、はい、って言った時に誰にも今まで言われたことないことズバッと言われたらうわこれ言ったら丸裸にされるって思うか、でもこんなにダメ出しされたことがないから聞いてみたいって思うかどっちかですね。だからそれはお試しのフロント商品があったら裏が高くても受けたい人は受けに来る、ね、そうですしがみついてきたってことですもんねそこに、まあみたいな感じでね自分の商品が見えないものを売っとる人はやっぱりちゃんとその最初の価格設定考えてやらんと、ドツボにはまりますよ。はい、ずーっと安いものでやらされるようになるけど、ね、そうですねそれはもうやっててこうやりがいもなくなりますもんね。まあぜひぜひそうやってやってもらえたらなと思います、はい、ぜひ試してみてください。はい、はい、ということで関連動画はこちらになります。はい、じゃあチャンネル登録こちらでお願いします。はい、ということで以上です。またね。